年長らくお待たせしました。タートルパーリーグ公式戦、オリックスバファローズ対千葉ロッテマリーンズ17回戦、両チームの予定スターティングラインナップ並びに審判公式の国を発表します。まずはマリーンズ1番センターフィルダー藤原恭太、2番ファーストベースは山口浩二、大きなって止める、3番セカンドベースは中村翔吾、背番号8、4番 DH グレゴリー・ポランコ、背番号22、5番レフトフィルダー石川慎吾、背番号50、6番ライトフィルダー岡大海、背番号25、7番サードベースは安田久典、背番号6、8番キャッチャー田村達弘、背番号27、9番ショートストップ小杉敦史、マリーンズピッチャー石野裕二、背番号29、
この試合の審判は球審柴田、塁審一塁山村、二塁足原、三塁土屋。公式録音は5秒で行います。試合開始まで今しばらくお待ちください。